ビルゲルルートは1930年代を中心に活躍したノルウェーのスキー選手、ノルウェー南部のコングスベルグ生まれ、兄シグムンと弟アスビョルンと共に1930年代のジャンプ界を席巻し、日本などではジャンプの神様と呼ばれた。ビルゲルはノルディックスキー世界選手権で1931年、1935年、1937年と3つの 金メダルを獲得。冬季オリンピックでも1932年と1936年の2大会連続で金メダルを獲得している。ビルゲルはまたアルペンスキー選手としても優秀で、1935年アルペンスキー世界選手権でアルペン複合の銅メダルを獲得している。翌1936年のガルミッシュパルテンキルヒエンオリンピックでは、 アルペン複合4位と惜しいところでメダルを逃している。1934年のホルメン公連大会準ジャンプで優勝。1937年のホルメン公連メダルをオラフ・ホフスバッケン、マルティン・ペーガー・バングリと共に受賞した。しかし、ナチス・ドイツによるノルウェー占領下の1943年、ビル・ゲルはハンナチズムを表明して、グリに強制収容所に収容された。 終戦後の1948年、コーチとして参加しながら、不調の若手選手に代わり36歳で出場したサンモリッツオリンピックのスキージャンプ競技において銀メダルを獲得。この銀メダル獲得時点での正確な年齢、36歳168日は、その約66年後に開催された2014年、ソチオリンピックにおけるジャンプ競技、ラージヒル部門で、 日本の河西の利明キが41歳254日で銀メダルを獲得するまで冬季五輪スキージャンプ競技におけるメダル獲得世界最年長記録となっていた。なおビルゲルは生涯にスキージャンプ飛距離の世界記録を2回樹立している1931年76.5メートルオーディニスバキン1934年92メートル プラニツァブロートコバベリカンカ。後年、ビルゲルは、友人のペッテル・フークステッドと共に、コングスベルグスキーミュージアム設立に参加。彼らの獲得したメダルなどが展示されている。1987年、ノルウェー人の彫刻カパーンによって、ビルゲルリュートの銅像が、出身地コングスベルグに建てられ、1991年には、複数のスポーツで優れた成績を挙げた。 ノルウェー人に与えられるイジバーグスエレスプリスを受賞している。1994年リレハンメルオリンピックでビルゲルは成果を転化する予定だったが直前に心臓を患いこの役目を辞退した。1998年没。ありがとうございます。